皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はシリーズでアップロードしております。はい、こちらガズの初の CD レッツゴー最高の全曲解説、完全解説&レコーディングされた音源もボーンと大公開してます。コードも歌詞も全部丸裸にしている今動画をアップロードしております。で、今回はこの二枚組 CD の中、二枚組っつっても同じ曲入ってるんですけどね。バージョンが違うってだけでね。そこに入ってるね、このマンゴープリンセスっていう曲をやってみようと思います。マンゴープリンセス。可愛らしいでしょ、マンゴープリンセス。ハワイアンの曲でパイナップルプリンセスっていう曲があったんでね、マンゴーで書いちゃいました。ガズが作ったんですよ。ロマンあるわ。はい。その曲、これもみんなでね、ぜひとも歌いたい曲の一個なんで。まあ、ガズレレ仲間のバイブルみたいな感じでみんなでセッションできるようになればいいなと思って、皆さん歌えるようになっておいてくださいね。はい。CD と言いながらも、このブックレ本のスタイルで発売です。2枚組です。1枚はかっこいいバージョンというか作品としての CD、 もう1枚はレッスンバージョンの CD。 レッスンバージョンの CD ってどういうこと、意味わかんないな。はい、そんな方このリンク先に行ってもらうとこの CD のことが、よくわかります。これからリンク貼るんですけど、その使い方とか全曲解説の動画もそこに YouTube の動画貼り付けとくんで見に行ってください。ここですよ、ここ。ここ行ってください。このさ、レッツゴー最高のこと全部書いてありますからね。そこでチェックしてください。で、曲のイメージ、皆さん聞いたことないのでもちろんね、わかんないでしょうから。今回は最初に、かっこいいバージョンというか完成形のものを聞いていただいてイメージしてください。で、後半はレッスン CD 初心者様でもできる4つ引き簡単バージョンの、動画を公開しますので最後までご覧になってください。じゃあそれではマンゴープリンセス、楽しい曲ですよこれは。はい、じゃあかっこいいバージョンの方からどうぞ。僕らみんな酔ってたかってマンゴープリンセス、君を笑わすよ、君には笑顔が似合うから、ライラライ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 ラライライライマンゴーマンゴーマンゴープリンセス、ライラライ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 ラライライライマンゴーマンゴーマンゴープリンセス、マンゴープリンセス踊っておくれ、マンゴープリンセス、僕らのアイドルマンゴープリンセス、歌っておくれマンゴープリンセス、食べちゃいたい、ライラライ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 ラライライライマンゴーマンゴーマンゴープリンセス、ライラライ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 ラライライライマンゴーマンゴーマンゴープリンセス、マンゴープリンセス、僕らのプリンセス。はい、いかがだったでしょうか。軽やかでしょう。なんかもう本当なんていうかな、まあなんかね、僕のイメージは西部劇のこう中にある村人がこう腕組みながら回って踊ってるみたいな、そういうイメージなんですけどね。まあまあ、はい。で、今の聞いて分かったと思うんですけど、簡単ではないですよね。やっぱり結構スピードも速いし、なんで初心者の方
この時間まで早送りしてください。そうしたら、そっから初心者レッスンの解説、レッスン CD の解説になりますからね。でも、その前に、この楽譜だけは見せておきましょう。ちなみにこの楽譜なんですけど、これをスキャンして本になったものがこの CD のこのブックレットの中身になってますからね。楽譜、解説の中身とか歌詞とか全部ここの CD を買ってくれたら、この本の中に入っていると。これ CD 買うっていうか本買うかっていうか、まあ、ちょっとどっちかよくわかんないんですけど。まあ、とにかく、それでも大公開しちゃいます。はい、どうぞ、コード。超シンプル。見て、これだけ見たらね、ものすごいね、簡単なように感じるだけで、やっぱりリズムがやっぱ難しいんだよね。じゃあテロップと照らし合わせながらでもね、メモってください。一時停止、ほい、はい、どうぞ。はい、こっちに2枚にまたってます。フルコーラスでやるとどうしてもこうなっちゃう。はい、はい、はい、私のこの可愛いイラストも描きました。こういう落書きがね好きなんですよ。可愛いでしょこれ。なんか T シャツ出そうかなこれ。はい、まあいいや。で、出てくるコード、はい、出た C と F と G7、 3つ。これは入門コードですよ。 C と F と G7 だけでこの曲ができております。面白いですよね音楽って。はい、じゃあどんどん弾き方解説していきましょう。これはですね、このガズの CD レッツゴー最高の中で唯一の疾走ビート。これ疾走ビートという弾き方かっこいいでしょ。これはね、ズンダンズンダンズンダンズン、とにかくこう後ろにアクセントがくる。これはドダンツクダントンダンツクダン、ドラムを再現してるんですけど、この弾き方と、あとはサビではですね、ライ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 16ビートのチャです。このね、このかっこいい2つの取り合わせ、結構ロックですよ。はい、今の弾き方、疾走ビートと16ビートのチャの弾き方はここにリンク貼っておきましょう。ここはリンク先はガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというところで、動画でそのリズムの解説が上がってますから、その2つ探してやってみてください。まあやっぱり16ビートのチャっていうのは永遠のテーマみたいな難しさがありますから、16ビートのチャをちゃんとやりたい方は、まずは8ビートをマスターして、16ビートをマスターした後ですからね、その順番でその動画を見てマスターしてください。いずれできるようになります。楽しんでやってくださいよ。で、疾走ビートの方もね、まあ基本的には8ビートのノリなんですけど、ちょっと裏に入ってくるアクセントが、ダン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 、この辺が面白いところですから、リズム。リズムだけでこの表情はほぼ、なんか表現されていると言っても過言ではないでしょう。過言ではないでしょうとか言っちゃいますね。で、これ見てください。どんどん見ていきましょう。マンゴープリンセス、君が踊れば、僕たちどうにかなっちゃう。ここ見てください。はい。G7 押さえといて、1弦、2、3、4、5って書いてあれば、ここ、決めですね。ちょっと見てみましょう。マンゴープリンセス、君が踊れば、僕たちどうにかなっちゃう。分かった。 2345 G7 を押さえている。 G7 を押さえた瞬間に1弦の2フレットも押さえているわけだから、次3、4、5、上がり方はどうでもいいですけど、どうでもいいっていうか、ダンダダンダダンダンダダンダダンがいいかな。2345、これかっこいいんですよ。カントリーっぽい、カントリーミュージックっぽいでしょ。それを意識しています。で、ここ2345、こっちも2345、こういうことでちょっとね表現をつけていくといいと思うんですね。で、こっからライ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 サビです。ここのところに決めって書いてある。よく見てください。ここは16ビートのチャなんですけど、ここで決めが入ります。いきます。ライ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 、ライライライ、マンゴー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 、ジャンジャンジャジャンジャジャン。オッケー。マンゴー、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 マンゴープリンセス。言葉に合ってる。マンゴープリンセス、G7 から C へ。マンゴー、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 マンゴープリンセス。ライライ。かっこいい。言葉に合わせる、このリズムね。はい、これぜひ挑戦してもらいたいです。まあでも16ビートのチャをやりながら決めるわけですから。まあ簡単ではないですよ、これも。はい。でもこれはね、楽しい曲ですね。ぜひ、皆さん、やってみましょう。あとは止まったりするとこあるよな。僕、君には笑顔かとかありますね。そういうとこも動画、音聞いて確認してください。いきなり夜になってびっくりでしょ。今編集してて気がついたんですけどね、説明してないところがありまして、今それを説明します。A メロの3番ですね。マンゴープリンセス、君が悲しめば、16ビートのアルペジオ、早いやつです。ちょっとやってみましょうか。いきます。マンゴープリンセス、君が悲しめば、僕らみんなよって。わかった？これ難しいですよ。
はい、これタンタタスタタタタンタタスタタタタン、これ16ビートのアルペジオって言うんですよ。これ先ほどのリンク貼り付けたウクレレのリズムいろいろの16ビートの中にあるんで、ちょっと練習してみてください。でここのバースの一番最後、君には笑顔が似合うから、こういうキメがあります。要はコード進行一緒だけれどもストップかかる。まずこうです、 F C D7 D7 C 止めていく、ここ決め。解説してなかったんで夜差し込みました。ほいでね、マンゴープリンセス踊っておく途中のあの3番のブリッジパート、マンゴープリンス、これカッティング、カカ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 ダンカカカカダン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 カカカの、これか、決め。1弦の7フレットでわざわざ外し音、間抜け音を表現してます。そこもう一回やりましょう。マンゴープリンセス踊っておくれ、マンゴープリンセス僕らのアイドル、可愛いでしょこれ。1弦の7フレット、こういうなんかこうなんていうの、こういうかっこよさですね。これ狙ってます、これ完全に。まあこの子も喜んでるよ、こんな歌作ってもらって。マンゴーちゃん、マンゴーちゃん、まあ卵みたいですね。はい、まあとにかくこれが、解説でございました。駆け足で行ってきましたけれど、まあなあ、お動画を見ていただいて CD 聴いていただいてちょっと練習しましょう。はい、じゃあここから初心者さんに向けてのことなんですけれども、初心者さん安心してください、これ4つ弾きですから。これだったらできるよ。でこれがもしできるようになったら、今この状態入ってるんですけど、って倍で取ってもいいかもしれないですね。とにかく、シンプルバージョンでは簡単に弾けることができます。コードも3つだし。でここからポイント、皆さんから見てこっち側のヘッドホンしてみてくださいね。ヘッドホン、イヤホンでもヘッドホンでも、こっち側の音、こっちからは、カッカッカッというリズムキープのためのガイドのクリック音と歌が入ってるだけです。はい、いいですか。逆にこっち側のからは何が出てるかというと、4つ弾きで弾いてるウクレレが、の音しか入ってないです。どうやって使うか練習してきて、最初はね2つ聞いて練習します。でかっこいいバージョンのことちょっとやり始めたら、こっちの音を消して歌とクリックだけでやってみたりとか、全部セッションしてやってみるとか、右だけ聞く左だけ聞くとか、もうこっちでその音をコントロールして練習する。もう使い方はあなた次第。もしベースをやってる方はそれにベースを入れたりドラムを入れたりすることも可能でございます。はい、そしたらハッシュタグをつけて、このハッシュタグつけてアップロードすると僕が見つけますからね。あ、そんなことも楽しめますんで、まずはシンプル関東マジオレッスンバージョンの方どうぞ。ライ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 
のプリンセス。はい、いかがだったでしょうか。マンゴープリンセスの簡単バージョン、かわいいでしょこれ。ぜひ皆さんこれを歌ってみましょう。これはマンゴー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 ってこうね、追っかけてくる感じとかもね、これ楽しいんでね、ぜひやってみてください。はい、そういうわけでこのレッツゴー最高究極入りのガズの CD、今マンゴープリンセス6曲目をやったわけですけれども、ぜひこれゲットしてください。これをみんなで歌いたいです、あちこちで。これは権利が全部ガズにありますからね、どのように使っていただいても大丈夫ですから、あのアップロードもバンバンしてください。演奏もどこでやってもらっても全然構いません。使おう、僕らの曲です。みんなで盛り上げていきましょう。ありがとうございます。はい、ガズレレホームページご覧になってください、ホームページのリンクここに貼っておきます。最新情報をいつもチェックしてくださいね。よろしくお願いします。それでは今回の動画、ご紹介動画大公開終わります。さよなら、バイバイ、ういっ。